こんにちは、リニニットです。今日はこれから私が、YouTube での、先生と仰いでる方の一人の、よくお話しすると思うんですけど、こういうツールを使ってなさるその先生の手の動きというかね、編み地の扱い方とか、それがすごく好きだっていう先生なんですけど、Google 翻訳で、そのバンドルネームというか、それがお名前だろうと思ったんで、言語を検索っていう形でしてみたら、ブルガリア語で可愛い女っていうふうに日本語で翻訳結果が可愛い女っていうふうに出たんですね。だからお名前ではなかったみたいで、で、YouTube の最初と最後にオープニングとエンディングにね、 Z っていうのが出るんで、これから Z 先生と呼ぼうと思います。で、その先生がなさってたタック、引き上げ模様ですね。で、すごくレーシーなものがあったので、それを自分の、備忘録というか、自分が忘れないようにっていうこともあって、まあ、ライクに入れるっていう方法もあるんだけど、もうライクいっぱい、もうライク自体がいっぱいなので、ちょっと自分で編みながら動画に残しておこうと思います。で、普通にこう編み出しを終えてあります。それでこの状態からうろ覚えなんですけど、端止め2本残して、こっちがいいのかな、こっちがいいのかな、こっちがいいか、こうやって1回、あ、これはあれだから、2回あれだからっていうのは、これは引き上げになる模様なんですね。1回2回で3回で、これも引き上げになるんで4回と、こういう形で4目針抜きをします。4本針抜きをします。だから間が 1,2,3 本になりますね。ここの部分がレシーな模様を作っていくんですけど、で、この4本針抜きをして両サイドが空いてるこの3本のうちのこの両端左右の2本、これが引き上げをする針になります。ではやってみたいと思います。編み目もはもう D1 にこうやって出せば編みませんが、引き上げレバー、引き上げ機能ですね、ホールドセッティングのあるマシンの場合はホールドにしてください。で、これでやってみます。1 2あら3 4とします。で、下げます。で、5、この5段ですね、5ローズで、また同じ針をこの両サイドに針のないうちの左右の針をまた D ポジションで、1 2 3 4 5と見てください。こういう模様、とても綺麗な模様が
これだけでできます。で端には針を、重りですね。でまた1 2 3 4 5、こんな感じでやっていくんですけど、それでこの針抜きをした隣の針のまたその隣、この針をタッピ返しします。そうするとこれ例えば編み地、例えば、ベストとかカーディガンの、ここ前立てだとすると、ここに区切りを入れることでこれがさらにここの模様が引き立つという感じですね。タッピ返しの針抜きをしたこの針のその隣ですね、この針を針、タッピ返ししてみます。こんな感じで、おお、その Z 先生はこのタッピ返しも早いんですよね。重りが落ちちゃった。こういうやり方もね、その先生からの真似をしてます。はい、こんな感じですね。ちょっとこれ、この重り、シルバーのレースキャリッジについてるんですけどね、これ均等に重さを加えてくれるんでとても便利なんですよね。この重りだけで最近よくヤフオクとかメルカリでもこういう重りだけとかが出てくるようになりましたね。これまでは私なんかは欲しいパーツがあったら、パーツというかツールがあったら、だいたい eBay で注文してたんですけど、はい、こんな感じで、でこの状態でもうちょっと続けてみます。この2本ですね、針抜きをした3本のうちの両サイドを編まない位置に出して、1 2 3 4で下げて5で、ここでちゃんとこう引き上げをしたとこ、目がちゃんと編まれていることを確認します。はい、もう一回ぐらいやってみようかな。糸ありますね。うわ、いやー、ほどいた、ほどいた糸が絡んでるやだな、糸ってほんとね、不思議ね、不思議ですよね。こんなになっちゃってる。あらららららら、ちゃんとカゴに入れたんだけどな。端と端でしたよね。端と端って言ってもどっかで絡んじゃってるんだな。どけたかな。今編んだんですよね。はい。1 2 3 4、もう一回ぐらいいけるかな。やってみよう。5、6、あ、いけますね。5回いけますねっていうか、中心の目がちょっとおかしくなってるかな。まあでもこれ次で編むだろう。はい、こんな感じですね。で
ここタッピ返ししておきます。でこれ端の、まあ、エッチングの一つ、あの端の飾りとして入れる場合こういう感じですよね。で次にはあの全体のというか続き模様として入れたらどうなるかなっていうんでやってみたいと思います。ちょっとここが気になるな、糸が絡んじゃってるんだ、一番上の。でまたこちらに作ってみようと思います。一つ飛んで1、これがあの引き上げをする針になるので、できれば中心の方に2、3で、またこれが引き上げですね。だから別の方に4、まだ端も編んでないし、やっぱちょっと端は入れといた方がいいかな、おもり。こんな感じで、はい。で次この続き模様でやってみたいと思います。ここはこれまで通りここですね。でこちら4本抜いて3本あります。その両サイドこれでやってみます。糸糸糸糸、はい、1、2、3、4ぐらいにしとこう。これ編み地こうやってしっかり編みにくいところはこう下げた方がいいですね。5、あ、編みましたね。あ、編んでない。こっちは編んでます。でまた出します。1、2、3、4、下げる。で編み地ちょっと下に引っ張ってあげます。5、見たかな、編みました。あみむむむちゃん優秀です。でまた出して、1、2、3、4、端の目編んでない。これおもりですね。おもりは上げてあげなきゃ。下げます。5でこうしておいて、こっちはちょっとつけとこう。まず先ほどのところタッピ返し続きをやっときます。この裏目を入れるっていうのは本当にね、模様をこう浮き立たせてくれるっていうか、棒針編みでもよくやりますよね。ケーブル、縄編みなんかはもう定番ですしね、レースなんかでも。
なんでこんな早くできないんだろう。こちらですね。こちら、右サイドと同じように一目残して、この引き上げ模様から一目残して、この目を脱皮返ししておきます。この辺から模様始めたあたりからでいいな。もう少し編んで外してみたいと思います。はい、編み目もこれ9ミリピッチなんで、途中からこういうちょっと太めの糸に変えて編んでみました。で、これで終えるとしたら、こうやって目を塞いで、ここが塞ぎにくいですよね。これ両方こう出してみましょうか。どうなるかな。こういうとこはね塞げるけど、この針抜きのタックの部分ってま普通に編んでる目ではないので、ちょっと針をこうやって出すだけで、編む位置に出すだけで編んでみようと思います。これで全目がこう編める形になりますね。ここが掛け目みたいになる。はい、これで少し何段か編んで外して見てみようと思います。はい、まずこちらですね。こんな感じ。こういう、例えばこれが前身頃の前立てだとすると、こんな感じで縁がきれいに、こうきれいなこうレーシーな縁ができますね。こう反対側っていうか、身ごろ部分はもうただのメリヤス編み、表編み で裏はこんな感じです。結構きれいですよね。これ簡単にできてとってもきれいです。で、これは連続で模様を作ってみたところですね。こんな感じです。すごくレーシーな、これね、レーシーです。で、こちら9ミリに、まあ、一番適してる、これちょっとね糸自体がちょっと再生をしっかりしてない糸なんで、ヨレヨレしてますけど、こんな感じですね。これしっかりした糸で例えば編んで、こう連続模様で編んで一目飛んで間に一目入れて、間にこう裏目を入れたとして、こうニットバッグなんかでも綺麗ですよね。これしっかりした糸で編むと、こんな感じ、とっても綺麗、縁編みっていうか、こういうショールとかでもね、襟元に来る側にこういうの入れてもとっても綺麗だと思います。はい、面白いです。交互にやってもね面白いし、で後ろがね、後ろもまた面白いんですよね。こういう感じの、こうここにこうひし形が来る感じでね、中央のところに、こんな感じです。はい、裏もいいと思います。以上です。